山梨丸山養老場さんの銀鱗単調紅白、搭載でオスメス不明、現在31センチです。国際養鯨品評会単調で33部となりますね。現在こちら約10トンの池で飼育しておりますので、残り3週間ぐらいありますからね、32センチぐらい、1センチぐらい伸びるんじゃないかなと思っております。給餌器を上げてぐんと伸ばしておりますので、ね、伸びると思います。まあ単調もまん丸なしっかりとしたタンでですね、色も真っ赤ですのでね、飛んでしまうことはないと思います。もう飛んでしまうようなタンっていうのはですね、もう ここまでジャンボに引っ張っている間に、だいたい冬の間に飛んでしまいますので、もう生まれて約1年経ちますからね、それほどタンが急激に欠けるってことはあまりないかなと思います。で、まあ、単調ということで体を見ていきたいんですけども、体には一切余分な基盤などもなくですね、もちろん、シミなどもない、そんな銀鱗単調紅白です。で、まあ、銀鱗ということで、やはり銀はあるならしっかり拭いていたいんですけども、見てください、もうなかなか白地の上なので分かりづらいかもしれないんですけど、しっかりもう特にこの辺の背中の銀、もう鱗一枚一枚も貼り付けたような大きな銀がですね、めちゃくちゃ吹いてますから、まあもうこれ以上銀が吹かないぐらい吹いてますので、ね、めちゃくちゃそれはいいと思いますよ。後ろから見てもこの背びれの横あたりのもうよく揃ってます。はい、なかなか肌が抜けてくると分かるじゃないですか、こうやってやるとキラキラって分かりますよね。いいと思います。タンもしっかりとしたタン、真っ赤なタン。